私はジェームズ・アークライト。古代文明に興味を持ち、その謎を解くために様々な遺跡を旅している。世の中には遺跡や古い墓を漁っては貴重な古代の宝を持ち帰り、それで金儲けをしている者がいる。そんな学術的な価値を無視するトレジャーハンターと同じに見られるが、私の目的は純粋に古代の神秘の探求にある。間違わないでほしい。昔のトレジャーハンターのミイラか。
おとなしくしなさい。ここは洞窟の奥のはずだが、なぜ太陽があるのだろう。女性にしか出会わなかったということは、ここが伝説の。今の態度、どうやら侵入者に興味があるようだな。私はジェームズ・アークライト、冒険をしている。入ってきて話を聞かせてくれないか。逃げようとしても無駄よ。私は戦士ですからね。君のような勇ましい女性から逃げられるはずがないだろう。それもそうね。君の名前は？私はベネット。この村に名前はあるのかな。ここはアマゾネスの村。なんだって。アマゾネスの村よ。女性だけの部族のアマゾネスなのか。そうよ、ここは女性だけの村なの。だから男は珍しいの。10年ほど前に来た男はよく覚えてないけど、だんだん元気がなくなり死んでしまったわ。だから今は男はあなた一人よ。何をしておるんじゃ。心配になって来てみたら扉を開けてしまっているとは。いくら珍しくてもお前だけのものではないのじゃぞ。申し訳ございません、長老様。どういうことだ。よくぞ洞窟の試練を越えてこの国に来られた。我が部族にはより強くなるためにより強い男の子孫を残す風習がある。そなたはその試練に合格したのじゃ。何？そなたには子孫を残してもらいます。何ですか、あんた方は。ここに不老長寿の薬があるな。そんなものはここにはない。そんなはずはないだろう。噂によると。あの噂は我らが流した嘘じゃ。あれは不老長寿を求めて侵入してきた男を捕らえるために意図的に流した噂で、本当は不老長寿の薬などないんじゃ。ではこの村の宝、有春剣をもらおうか。おとなしくしてもらおう、カルミス。ジェームズ、なぜお前がここに。教える必要ない。さあ、手下に武器を捨てさせろ。仕方がない。
不老長寿の薬がない以上ここに用はない。引き上げるぞ。なんとお礼を言えばいいやら。これからは自由にこの村を見てくだされ。ところで、村の宝、有春剣とは？有春剣とは、生贄によりこの洞窟の世界に光の恵みを与えてくださる我らの神じゃ。有春剣は渡せん。ベネットから聞いた話によると、有春剣は長老の家にある神聖なる部屋に祀られ、生贄の儀式もそこで行われるらしい。そして実は、不老長寿の薬は実在し、長老が隠れて一人で飲んでいるという噂もあるらしい。神は生贄を必要としておられる。神はベネットを選ばれた。あの長老、怪しい。ベネットを助け出さなければ。